はい、どうも、皆さんこんにちは、妖怪ウォッチウキウキペディア極みデータカードですね。現在ね、第1弾が好評稼働中なんですが、まあサムネにももうあるんだけど、ちょっとね、また新しい情報が来ましたんで、そちらのね話をしていきたいなと思います。先週のね引き続きになっていくかな。はい、まず1弾はね、妖魔市武道会地があって、ジバニャンコマさんと極妖怪ということでね、始まりました。極妖怪3体がね SSS で追加となって、極土の子出て、極生ハゲ出まして、そしてね極オロチの3体出てくれましたね。アニメでもね極オロチ出ましたよね。そして、現在はね、7月24日水曜日まで、レジェンドねキャンペーンが今やってるっていうところになってます。はい、ということでね、いきなりドーンと来たんだけどね、まずね稼働日がねサムネの通り発表されて、まあ予想通りね24日までにレジェンドキャンペーンやってるので、まあ予定通りね、7月下旬ということで25日木曜日からね稼働予定ということでスタートするようです。そしてね、新しい情報としては、夏休みウキウキルクキャンペーンということでね、夏を満喫してるジバニャンたちと友達になろうということで、これはもう友達ウキウキペディア時代のねあのカードということで、スイカジバニャンとか、これ何年前、3年前のカードじゃないの、4年前、いやまだ小学生入ってなかったよな、3、4年前だよね超懐かしのカードがゲットできるようですね。もうちょっと後でね、細かく説明します。これもね25日からになってます。そしてあとね、いつもの友達アップキャンペーンがね、友達ブーストキャンペーンというね名前になって、まあいつも最初の方にあるよね、こちらが7月25日から8月9日金曜日までにやるようですね。ということで、このキャンペーンがあります。まあこれもね、このアイコンが目印だということで、友達のねブーストキャンペーン、友達確率&合成大成功率キャンアップということで、最近なんかあんまり超成功とか大成功なんないんだよね。昔の友達ウキウキペディア時代に戻ったんじゃねえのかっていうぐらい、なんかね大成功超成功がなんかあんまり、なんかなんなくなっちゃってね、っていうとこなんだけど、まあこれがねいつものキャンペーンがあるということで、まあ大成功超成功なんだっけ、忘れちゃったぐらいだそしてね、さっきも説明した通り、夏真っ盛り妖怪と友達になろうということで、これはねアロハジバニャンなのかな、お祭りジバニャンとかも出てくるのかちょっと分かんないけど、まあ懐かしのウキウキルックだよね。これね私もってるかわからない昔ゲットしたようなしてないような、ただこの時はもしかしたらやってなかったかもしんない。友達ウキウキペディアはね、結構最後の方からやったんだよね。9段ぐらいから始めたんだよね。だから持ってなかったかもしんないなはい、そしてねこれもね、プレイする前に必ずね開催状況を確認しましょう。まあ昔よくあったよね、オフラインとかになってるんで、まあそれをね注意してプレイしましょうというところで、かっこいいよね2段のねあの絵も、扉絵も出てますね。はい、そしてね第2弾の極妖怪紹介ということで、今回は極吹雪姫、極武士ニャンがね SSS で登場ですね。いいねこれまあもう全部揃っちゃうって感じだね。そして極吹雪姫はまあプニプニで同じ、妖怪ウォッチプニプニでもおなじみね、氷河乱舞、この前吹雪姫特集、この前つか昨日か、アニメ妖怪ウォッチで吹雪姫がねたくさんいろんな吹雪姫に変身しましたけど、極吹雪姫はなかったね。あのいや一瞬ワンチャンサイドで来るかなと思ったけど、極吹雪姫はなかったけど、まあねこの必殺技ね、まあ実はプニプニで持ってないんだよね。ということで氷河乱舞楽しみですね。声が収録されてると嬉しいけど、最近声収録されてないからどうだろうね。ちょっとそこをね、いやー
最近の予算だと声つけてくれないからどうだろう。つけてくれたら嬉しい。そしてね、極武士にはね、これおぼろだっけ。うん、これごめんね、おぼろですね。うん、まあ必殺の G まではいかないみたいだけどね、おぼろ。これもね、いやー、極武士にゃんがついにゲットできるかもしれないってことでね、楽しみにしたいと思います。うん、ということでね、7月25日木曜稼働予定となってますね。うん、楽しみです。はい、でね、一応今回妖魔市武道会は天が開催っていう形になります。前回は地だったんだけど、今回は天、今回つうかね、第2弾は天になります。なんかある意味があるのかなっていうところがちょっと分かんないんだけど、うん、前回は1弾はね、地が開催されました。あ、そうだ、地だよね。なんか意味あんのかな、天と地。うん、そしてね、まあね、前回のね、おさらいなんだけど、一応極妖怪、このハテナマークはね、まあ極妖怪の残りっていうことでね、もう分かってたけどね、一応真ん中のね、やってたのが、真ん中のエンマはね、アロハエンマということで、まあアロハジバニャンとアロハコマさんに並んでね、まあエンマはウキウキルックなのかなっていうところは思いますよね。そしてクリスタルシュラコマとクリスタルブシニャンについてはね、特にまだ細かい情報は来てないので、必殺技とかね、まあプニプニ見てりゃわかるんだけど、うん、まあこれは、あ、クリスタルブシニャンはでもあれだね、前回じゃないな、ウキウキペディアの時に出ましたね。うん、ドリームで出たかな。うん、なのでシャドウサイドだったかな、ちょっと忘れちゃった、シャドウサイドじゃないよね。うん、ドリームの時に出たと思うので、まあこれ復刻かな。うん、ただランクが分かんないんだよね。うん、でまあここでね、タイトル画面も出てるんで、なんとね、これを見てるとちょっとアップすると、うん、エンマが一発目なんだよね。だから100円でアロハエンマゲットできんじゃないのっていうことで、結構いい感じだよね。これを見てると、アロハエンマがあって、クリスタルブシニャンがあって、クリスタルシュラコマが来て、極吹雪姫が来て、うん、極武士ニャンが最後っていうことで、前と同じだとね、前は極ウロジが最後だったけど、うん、前はジバニャン、コマさん、土の極土の子、極生ハゲ、極ウロチだったよね。前もそれで100円ずつで、うん、500円、一応全部逃がさなければね、500円でゲットでき、全部ゲットできるっていうところなんだけど、うん、このね、画面を見ると、1段のね、妖怪、ジバニャン、コマさん、道義と、極生ハゲ、極オロチ、極土の子、こちらを使うと友達確率アップみたいな感じに出てるので、そうだね、これは、ちょっとね、いいよね、1段の妖怪。正直ね、500円分しかやってなくて、うん、なんかあんまりちょっとプレイできてないんでね、あんまり強くできてないんだよね、極オロチたちね。だからちょっとこれいい機会でんでね、極妖怪も、うん、強くしていきたいなと思ってますね。うん、これ新しい種族なんだよね。うん、という感じで極妖怪ね、5体全部揃って、かつね、アニメでもね、何ですか、ケチャップ野郎じゃなくて、なんだっけ、メープルシロップ野郎にね、なんかいじられてたけど、リンネがね、出てきたので、3段はもうリンネになるのかなっていうね、気がしますね。3段はリンネと、うん、クリスタル妖怪のね、まだ残り、クリスタルレジェンドか、クリスタルレジェンドがまだ残り、ヤマタン、イケメン犬、花咲かじネタバレリーナ、山吹雄にうんちくまってね、プニプニはもう全部出たけど、うん、このまだ出てないね、2の C の6体があるんで、3段もね、なんか
極妖怪とクリスタル妖怪来そうだなっていう感じですかね。はい、という感じなのと、あとね、よく質問いただくんだけど、今までのカードでもね引き続き遊べるので、友達ウキウキペディア、ウキウキペディアドリーム、ウキウキペディアシャドウサイドのカードでも使えるので、もちろん召喚カードもね、メダルも、メダルはねどうだろうね、一応ね秘宝妖怪のあのエンブレムは使えたメダルアークは使えるのはもちろんなんだけど、まあメダルもちょっと一回試すのもねありかなと思いますね。ちょっとあまりにも古いあのゼロ式の時のメダルだときついと思うんだけど、まあドリーム時代ぐらいのメダルだったらどうだろうな、ワンチャン、ワンチャン、あのなんだっけ、昔のなんか鬼吉とかなんかあの辺は使いました、ヒーロー吉とかね、だからね、まあぜひね、その辺も使いつつ楽しんでいきたいなと思います。はい、それではね、妖怪ウォッチウキウキペディア極み2弾7月25日からですので、まあこれをね楽しみに待ちましょう。現在のね1弾は4月24日までやってるんでね、この答えもね一気にやれば一気に極オロチまで到達するので、まだやってなくてやってみたいと思った人、今ならねまだ極オロチ簡単にゲットできると思うんで頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回こんな話でした。ウキウキペディアね2弾の新情報をお伝えしました。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、やっぱりアロハエンマは覇王エンマ玉かなアニメでもこのやつだよね。それもの辺もね楽しみに待ちましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。